負けるな。
調子。Thank you.
調子だよ。
続いて気象情報です。今日は終日あいにくの雨となりました。この影響で稲橋方面では今夜半から明日にかけ濃い霧が予想されています。体、もういいの？はい、おかげさまで。改めてこの間はありがとうございました。いいって。つかお前、その制服。少し迷いましたが、今まで通りにしました。皆さんも別に。あ、探偵王子だ。王子じゃねえよ、あいつ女なんだってよ。嘘、あいつが女だったら、やべって。なんかちょっとがっかりなような、でもグッとくるような。つかそういう目で見ると逆にイケてない？やれやれ、噂は早いですね。僕は僕ですよね。それより一度皆さんと集まって事件のことをお話ししないと。この事件はこの町に潜む誰かによって行われている誘拐殺人事件です。まだ終わってない。詳しい話は放課後にしましょう。はじめにチャイムが鳴ったんです。ところが玄関に出ても誰もいなくて、不審に思っていたら急に後ろから腕が回って何かで口を塞がれたんです。それからすぐに袋のようなものをかぶせられて、おそらく担いで運ばれました。よくそんな覚えてるね。意識を奪うために薬物を使ったようですが、完全には意識を失わずに済んだので、想像していた手口と近かったし、心の準備ができていました。それに少しでも情報を得ておきたくて必死でしたから。さすが名探偵ね。褒められたことかよ、冷静すぎんだっつうの。手際や体格から言って犯人は男でしょ。会話も相づらしい声も一切なかったので単独犯だと思います。ただここから先がどうもよくわからない。一度体に衝撃があって、おそらく僕はその時に
テレビの中へ落とされたんだと思いますが、それまでの時間が短すぎた気がするんです。捕らわれてからものの数分という感じでした。捕まった直後にテレビにってこと？あ、道端にテレビがあったとか。そのあたりからの記憶はさすがにあやふやなんですが。そっか、しかし驚いたな。まさか犯人マジで玄関からピンポンかよ。よく覚えてないという皆さんの証言の理由がようやく分かりました。あれだけの異常体験と心身の消耗、混乱をきたして当然です。ただ状況を見ると、僕と皆さんの失踪体験は真似る必要のないところまでよく似ている。おそらく犯人は同一人物と見て間違いないでしょう。それじゃあモロキンを殺したっていうあの久保って子は。これではっきりしました。本筋が証明できないうちは厳密には確定しませんが。久保はやはり諸岡さんを殺したに過ぎません。真犯人の手口を真似ただけの模倣犯です。道理で諸金だけ例外だらけだったわけだぜ。久保がどこであの世界について知ったのかという謎は残りますが。それだ、私が引っかかってたの。つまりさ、久保はテレビに入れるわけでしょ。どうして同じ方法でモロキン殺さなかったの？それはおそらく向こうの世界について真犯人ほどには理解していなかったんでしょう。こうして自分が出入りできる身になってもあれを殺人に使えるなんて思いもよらない。まして遺体の様子を知っただけでは手口があの世界絡みだなんて分かりようがない。多分久保は指名手配されギリギリまで追い詰められて初めて思いついたんでしょう、体ごとテレビに入るという選択を。世間で騒がれてる異常な遺体状況も向こう側ゆえなんでしょう。あんな場所からリスクを冒して誰かが運び出してると考えるよりずっと自然です。霧の火にぶら下げるという意味不明の状況もアピールなんかじゃなかったわけだ。とにかく全ては本人から直に聴取できれば早いんですが、あいにく僕は捜査からは外された身です。それに警察がこんな話にまともに取り合うとも思えない。っていうか犯人が別にいるって事態認めないんだろうな。テレビで記者会見とかやったのをひっくり返すのって重たいからね。僕が捜査から外された最大の理由もその可能性を訴えたからだと思います。警察は逮捕してしまった容疑者をやすやすとは覆さないでしょう。まして少年だ。それに今の警察内部は今回の逮捕で事件を終わりにしたい空気ですから。犯人は他にいるかもって可能性消えてないのに。クソが、なこったろうと思ったぜ。ま、花から信用しちゃいねえがな。けどさ、ナオト、お前現場でそんだけがっつり冷静だったならもうちょっとこうさ、取り押さえろとまでは言わないけど、外出たら後ろからって名探偵的にどうよ。いや、正直言うとその結構怖くてごめんなさい。そんな仕方ないよ。私たちだって抵抗できなかったのに。下級生の、それも女の子だよ。まあそうだな。話聞いてるとつい忘れちまうぜ。っていうか、なんですか。飛んでるお嬢さんだな。ともかく真犯人はこれからも犯行を続けると見て間違いないでしょう。次の動きがあるまで今は様子を見るしかありませんが、もう仕事でも他人事でもありません。僕は僕らが狙われたことの真実を知りたい。僕にも協力させてください。ありがとうございます。改めてよろしくお願いします、リーダー。
頭いいキャラの筆頭の僕、この展開読んでたのよね。はい、出た、ナオトメガネ。ありがとう。君のことは聞いてるよ。自分を探したいって気持ちは僕もわかる。できることがあったら協力するから。おわ、全然いい子クマ。おかえり。失礼します。今日の放課後、時間ありますか？なんか事件？いえ、実はクマくんを医者に見せてみたいんです。医者？獣医さん？一応人間用のです。空いてるなら今日の放課後精密検査を受けられるように手配しましたから。クマくんが何者なのか、まずは普通に医者に見てもらうのもいいのかなと。それに僕たち自身のことも調べてみた方がいいかと思ったんです。向こうの世界の霧やあの力が体に何か影響を蓄積させていないかどうか、僕よりも皆さんの方が長いでしょうし、一度見てもらった方がいいかと。え？影響？怖いことさらっと言うなよ。そっか、その発想なかったわ。辰巳くんや久慈川さんの分も頼んであります。うわ、手際いい。あんた本当に高校生？見た目は小さいけどな。じゃあまた放課後に。普通の健康診断だったな。すげえ機械に乗って回されたりすんの、ちっと期待したんすけどね。受けた意味あったのかな。お医者さんもなんか不思議そうな顔してたし。あ、戻ってきた。
お待たせしました。お待たせしまくま。で、クマのことなんかわかったか。わかりましたよ。わからないってことが。レントゲンを取ってもらったんですが、映りませんでした。何度取ってもぼやけてしまって。見た目の様子や触診では異常はないそうです。機械がおかしいかもしれないので、まだ心配なら別の病院に行けと言われました。逆に迷惑をかけた気がしますね。やっぱり普通と違うんだね。やだな、もうクマ、奥の奥まで見られちゃった。だから見えてねえっての。まあ異常はねえってことなんすよね。けどこいつもそうっすけど、実際なんなんすかね、ペルソナとかシャドウとか。そういや、前に図書館やらネットで調べてみたぜ。ペルソナってのはなんつうか別の人格みたいな意味だろ。関連ワードでシャドウってのもあった気がするけど。シャドウはシャドウ、人間から出るものだと思う。うまく言えないんだけど。僕もあの後少し調べてみたんです。一般にペルソナやシャドウというと心理学用語のようですね。ただ僕らの知っているあれはもちろんそれだけじゃ説明できません。たまたま手に入れたある非公式な計画文書にこう書いてありました。シャドウとは抑圧下の力であり、自我がそれを制御することでペルソナともなる。ペルソナともなる？んだよ、根っこは同じもんてか。けどそうか、ぶっ倒したシャドウがペルソナに化けんだもんな。まあ細けえことはいい。何者だろうと邪魔すんならぶっ潰すだけだぜ。ただあの世界とどういう関係かまではさすがにつかめませんでしたが。なんか自分自身のことなのに分かんないことばっかりね。分かることもあるクマよ。クマはね、もっと活かしたデータをいろいろ持ってんの。なんかさ、クマだけ見られるんじゃ恥ずかしいから。じゃーん。今のご時世、情報開示って大事ですよね。ということで、みんなの検査結果ドッキドキ大発表クマ。な、冗談じゃないっての、返してよ。ほほー、足短い率第1位は、はあ、あの人ね。の、俺じゃないよな。つかんなことまで調べたんかよ。よし、どうせ発表するならな、スリーサイズ行け。はあ、バカじゃないの。私は別にいいけど、特にプロフ出てるし。あ、胸だけ2センチサバ読んだけど、事務所に言われて。ダメだから。先輩気にしなくても男の子には受けると思うけどな。それに胸はこのくらい控えめの方が和服は着やすいと思うし。そっか、ナオトくんもか。ナオトくんは、これ本当？測り間違えてない？とにかくこの検査結果では僕らに健康上の問題は見つかりませんでした。だからこれはもう必要ありません。シュレッダーに入れてきます。まあみんな健康で何よりだな。そうだね、帰ろ帰ろ。結局映んなかったクマね。クマの正体何なのかな。ありがとう先生。
置いてくぞ。あ、おかえり、お兄ちゃん。悪いな。
どうも。先輩。うっ。
違う自分とか本当の自分とかそんなの実際にはないんだもん。おう、Thank you.
死神って何か知ってる？多分俺は怖かったんだ。誰かをまっすぐ受け止めて、大切な家族を作って、そしてまたそれをなくしてしまうかもしれないな。逃げる奴を追うことに逃げてたなんて、全く滑稽だな。ありがとな。ねえねえ、
ちゃん、クマくん。やあ、ごきげんよう、クマ。ごきげんよう、クマ。楽しそうだね。チーズ。あ、勢ぞろい。すごいいっぱい。みんなゾロゾロと何しに来たクマ？試験勉強。こういう時ばっかりやクマが羨ましいぜ。嘆いてないで、まずは下方定理のところから始めよう。おう、早速数学界。私たちは三角比のところだよね。面積を求めなさいってやつ。あ？三角の面積あれだよ。ああ、底辺かける高さかける2だろ。よかったら教えましょうか。お、お前やっぱりできる子か。なら俺にも一つ。あ、いえ、2年の教科はさすがにわかりませんよ。ねえ、だよ、意外と役立たずだな。役立たずって言うな。分かってきた、ナオト君のいじり方だんだん分かってきた。怒ると可愛いじゃん。な、何言ってるんですか。俺もやめた、柄じゃねえや。勉強するよりおっとっとだぜ。あ、私も食べる。潜水艦探しする。潜水艦は俺のだっつの。もうダメだな今日は。自分が誰かわからないんだって。変なの。こっちの生活は本当に楽しいクマだけど、そう感じるほど自分が何なのか気になっちゃって、インターネットで調べたり漫画とかテレビとか見たり、この前は図書館ってところにも行ったけど、なかなかクマのことわかんなくて。まあそりゃそうだけど、クマイメージはある。イメージ？おっと、初めて聞くかも、あんたの推測。クマが住んでたのはあっちの世界、あっちの世界がクマの現実だった。でもあそこは多分こっちの人たちの頭の中から生まれた世界かもって思う。クマはシャドウがいっぱいのあそこで、何かきっと特別な存在だったんだと思う。特別な存在？けどその頃のこと多分忘れたかなんかしたクマね。記憶喪失ってやつ、こないだ本で読んだもん。確かに向こうの世界の成り立ちには人間の思考が関係している節がありますね。もっともあんな世界に対して推理も何もないですが、そんな世界に元からいたという時点でクマ君の特殊性に関しても頷けます。君があの世界で特別な存在であることは状況的には間違いないと思う。それを何も知らないというなら、確かに記憶がどこかで途切れてるのかも。今ある一番古い記憶はいつのものですか？結構前ね。気づいたらあそこに住んでて、騒がしくなってきたからたまたま出会った先生たちに用揃おうって頼んで。そうか、ずっと向こうじゃ日時の感覚がはっきりしないのか。わ、そうだよ、この話題ナナコちゃん置き去りじゃん。ごめんナナコちゃん、ポカンとさせちゃってんね。ねえクマさん、きっと王様だよ。王様はね、悪い人の呪いで森の中に一人だったって本で読んだ。クマさんもそうだったんでしょ？王様、そう言われるとそんな気も。クマさんが王様。似合うかも、マントとか。ユキコさ、最近もう誰の前でも爆笑スイッチ入るよね。クマの王様話はやめようぜ。ん？
なんでそんな顔してんだ。クマね、本当に王様だったクマよ。他にも王様がいてね、みんなでね。それクラブの話？やめなさい、ナナコちゃんの前で。クマ、本当に王様なのかな。王様じゃなきゃなんすかね。キング？先生と一緒なら見つかる気がほんのりしてるクマよ。どうも。
あら、そう、ただいま。おかえりなさい、お父さん。悪い。参ったな。もういい。おい。頼んだぞ。ナナコ、頼む。
もう少しだけ。もしもし、俺。
あらあら、さようなら。これをお前にやろう。
この町はな、俺の町だ。七子やお前のいる俺の居場所だ。だから俺はこれからもここを守って生きていく。デカとして、父親としてな。俺を誰だと思ってる。泣く子も黙る稲場所の堂島だぞ。
わあ、やっと終わった。ねえ、問い8だけど。昨日徹夜したからぶっ倒れそうなんだよね。俺先帰るわ。じゃあな。私もっとわがままになろうと思うんです。振りはやめます。Thank you.
に手紙来てたよ、お兄ちゃんに。世界の狂気からお前たちを守ってやる。安心できる場所に連れて行ってやる。この世界よりずっと安らかな場所へ。これ以上助けるの警告ですかね。カタカナで片言ってベタすぎない？いたずらじゃねえんすか。漫画じゃあるめえし。おじさんには見せたのか。堂島さんは信頼できる方ですが、見せるのは控えた方がいいでしょう。こんな手紙が来る経緯を説明できませんし、心配されて見張りでもつけられたら動けない。もしこの手紙が本物なら、一番重要なのは内容じゃない、宛名入りで堂島家に届いたという点です。犯人は犯行を邪魔しているのがどこの誰か詳しく知っていることになる。しかも全員の中からわざわざ家主が刑事の堂島家を選んで送りつけてきた。この手紙可能なら鑑識にかけたいところですが、おそらく何も出ないでしょう。警告と同時に特定されない自信があるという犯人の意思表示のように思えます。警察に行っても仕方なし。てか言うと余計やばいか。ほんといたずらでやってくれ、マジで。でも内容を考えるとただのいたずらにしてはできすぎかも。もし犯人ならなんで私たちのことをそんなに知ってるのかな。どこかで見てるとか。あっちにいるとき見られてる気配あるってのはだいぶ前からクマが言ってるな。まさか真夜中テレビにもう一人が映ってるとき助けに行ってる俺らの姿も。でも私たちの知ってること誰も知ってる感じしなくない？学校とかでも噂聞かないし、テレビ見たって言った子からも何も言われたことないし、噂で持ちきりになるの失踪した人だけって気がするけど。そういや、そもそも真夜中テレビ自体どういうもんなのか謎のままなんだよな。あの世界の正体を探る話は一旦置きましょう。不明な点が多すぎます。とにかく今は犯人はこちらを知っているという心構えを持つこと、それだけ共有できれば十分です。ま、分からんことは分からんしな。そうやって憶測でビビっちまうのが一番相手の思うツボだだろ。分かった。じゃあちょっとバッサリ話題変えてもいい？もうすぐ文化祭じゃん。うちのクラスって何すんだっけ？そういや決まってないんじゃなかったか？今度投票で決めるって聞いたけど、確かまだ案を募集中じゃなかったかな。うわ、なんかひらめいてるよ。絶対あれなことだ。かけてもいいわ。せ
緒に回る人もう決めた？私開けてあるからね、この幸せ者。うわ、今の今までだんまりだったのに、この子は。知っての通り来週末は文化祭です。そして知っての通りうちのクラスの出し物が決まってません。
もうみんなやる気ないでしょ。今出てる案から決めちゃうから各自一票投票してください。読み上げます。休憩所、ビデオ上映室、自習室。やりきねえ。要はどれも何もしないってことじゃん。まあ楽なのがいいんじゃん。最後、合コン喫茶。おいおい、誰だ提案したの？里中あたり？違うっての。何の根拠に言ってんのよ。合コン喫茶って何？知らんけど、まあ誰も投票しないでしょ。うちの組根が割と真面目だし。そうそう、あくまでネタネタ。一個キヤモノ混ぜとくのってお約束じゃん。あんたかよ。じゃあ投票用紙回します。一個だけに丸してね。それじゃ開票します。1票目合コン喫茶、2票目合コン喫茶、あれマジで、3票目ビデオ上映室、4票目合コン喫茶、合コン喫茶、合コン喫茶、自習室、合コン喫茶。どうすんだよ。お前のせいだろ。てか入れた連中もどこまで本気なんだか、自分らでやるって分かってんのかな。私合コンって行ったことないから、ちょっとだけ興味あったっていうか。うお、入れた人。それに誰も投票しなかったらかわいそうでしょ。犯人は花村だけどね。犯人とか言うな。1ってことは世論だろ。一応じゃあ民主主義らしく多数決で合コン喫茶に決まりました。これってどんなの？フィーリングカップル的な感じっていうか、本当に大丈夫か。みんなちゃんと手伝えよ。ていうかさ、先生たち OK すんの？柏木なら意外とすんじゃね。柏木先生は例の二大コンテストの準備で忙しいってさ。だからクラスの出し物は生徒に一任だって。うわ、めんどくてぶん投げただけじゃん。合コン喫茶ってこれ客来るのか？てか合コン喫茶ってぶっちゃけ何なの？入れたけど。どうなっちゃうの？
お、中島修です。お母さん、嫌です。いいですよ。
じゃあ。
そうね。じゃあ、すいません。
そろそろ帰りましょうか。あ、おかえりお兄ちゃん。こんにちは。はい。はい。それじゃあ、また。